ショートが欲しい阪神と左のリリーフが欲しいヤクルトの面影が一致した模様。ええんか。面影ならしゃあない。西浦なんていらねえよ W。チャンスが西浦を追いかけるんやぞ。うまく使えばチャンスメーカーになるかもしれん。ただチャンスで続行して使えば必ず併殺打を打つけどな。ヤクルト大儲けだな。西浦ってそう言い合いたな。去年ならまだ価値あったしトレードに出せばよかったのに。島本好きやからトレードとか嫌なんだが。適当すぎて草。セカンドかキャッチャー欲しい。しゃあない小顔出血大サービスや。島本くれるとかマジかって思ってまうな。でも二遊間に困ってるなら地元関西やしありやと思うで。もうちょっと釣り合わせろや。天理、法政時代はこんななると思わんかったわ。ほんまプロ厳しい。プロ初打席までは順風満帆や。阪神と余ってるポジション全然違うからどうせ使わんやつ同士でトレードしてほしいわ。ちなみに秋山と鎌田阪神で使うんか。